السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 今回はクルアーの中に書かれている3種類の人間について語っていきたいと思います。それではまずクルアーの35章ファティール創造者層の32章を紹介したいと思います。بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم شبيك بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير。今のクルアンを日本語訳いたしますと、その後我らはしもべの中から選んだ人にこの経典を継がせました。そして彼らの中には自らの魂に不正をなした人も中間の道を取る人もいました。また彼らの中にはアッラーの許しのもとに率先して数々の種々の善行に勤しむ人もいました。それは偉大な恩寵です。このアーヤの中に出てくる経典を継いだ人とは、私たちのことです。それは預言者ムハンマド、ソンラワラヒワサラムによって伝えられたアッラーの言葉、クルアーンをもらったという意味で使われています。そして、アッラーは次に私たちの中には3種類の人間がいると言っています。まず最初に自らの不正をなした人。これはクルアーンとイスラムのことを無視して、さらに、イスラムのことを気にすることなく、人生の終わりまでクルアーンを触ることのない人たちのことです。例えるなら、目の前にとても豪華なご飯、ごちそうがあるにもかかわらず、それを食べることなく見るだけにとどめ、その結果栄養失調になってしまう、そのような人たちのことです。さらにこの人たちはハラーム、イスラムにとって悪いことをすることが好きです。これらの人たちは死後、自分たちの、記録を左手で受け取ることになります。左手で受け取る人というのは悪いことをした人のことです。二つ目に、中間の道を取る人。これはイーマン、信仰心が上がったり下がったりする人たちのことです。この人たちはワジブ、しなければならないこととハラム、してはならないことの2つを守る、つまりイスラムの基礎を忠実に守るんですが、スンナ、やったことやった方がいいことやマクロ、やらない方がいいことはしない人たちのことです。この人たちはいわゆる平均的なムスリムのことで、彼らは自分の記録を右手で受け取ることができます。3つ目の率先して種々の善行に勤しむ人たちとは、ムスリムとして最高の人たちです。彼らはワジブやスンナを問題なく実施し、ハラーム、やってはいけないことやマクロ、やらない方がいいことは徹底して遠ざかる人たちです。彼らの周りにはクルアーンとイスラムの教えは酸素のように漂っています。つまり彼らにはそれがないと生きていけないということです。この人たちは天国には審査もなく VIP 対応で入ることができます。それにもかかわらず、このタイプのムスリムは最初の不正をなした人々のことを決して見下したりせず、自分がアッラーの恩恵によってクルアーンとイスラムを理解できたということをアッラーに感謝します。この人たちはアッラーの導きがあって自分がイスラムを理解したということを自覚しているので、決して自分が偉くなったとは錯覚せず、謙虚な人たちです。ですから私たちは3つ目のグループに、できれば、最低でも2つ目のグループに入れるように頑張りましょう。そしてクルアンを読むだけではなく意味も理解するようにしましょう。そしてイスラムの生き方を実施して第一のグループに入っている、あなたの友人と共に天国が入れるようにイスラムの教えを広めるようにしましょう。それでは今回はこれで終わりたいと思います。アッサラームアレイコム ワラハマトゥ ラッヒ ワ バラカトゥフ。